いけるはず。どんな感じかね、シリンダーね。いけるか。ギリギリ。はい、出ましたー。はい、こんにちは。こんにちは。RZ プチレストア計画。今回はですね、ここを開けてみます。エンジン。心臓部です。はい、今回はこちら。エンジンのね、シリンダーヘッドを開けてみようかと思います。まあ、シリンダーヘッドと、まあ、できればシリンダーまで。これなんで開けるかって言ったら、なんか販売店の人にはこれ、ボアープキットが組まれてるらしい。とのことなんですけども、まず今の排気量がはっきりわかんないことと、そもそもこれ、まあ、中の状態、シリンダーに傷があるかどうかちょっとチェックしたいので、こちらを開けてみたいと思います。はい、まずね、冷却水抜きます、はい、で、多分これだと思うんだけど、違ってたらすいません。違ってたらどうかな。多分これだと思うんだよね。ああ、でした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 。正解だった。メロンソーダでーす。メロンソーダは飲めなくなる。絶対美味しくない。抜いた方が早いね。ここも抜いちゃいます。コロンっていくよ。いや、あ、抜けない。結構長いね、これ。あれ、本当抜けない。これ、エンジンの反対側に繋がっています、的な感じか。これ、なんだろうね。いや、これで待とう。出ました。ズボッと抜けた。冷却水どんなもんかね。そんなでもない。やっぱバイクって少ないね。車はすごいからね。終わりました。じゃあ次、マフラー外しますね、これ。マフラー外れるかな。あ、それもあった。意外と柔らかかった。やっぱり前のオーナーさん、チャンバー交換してたのか。どうなんだろう、マフラーまで外してたっぽいね。出ました、準備になる。うん、これでいいんだよね。で、外れるかな。ちょっと錆びてるね。よっこいでしょ。重たいよりはいい。はい、出ました。マフラー重っ。すごいね。Nチビのチャンバー慣れてるからすっげえ重い。純正ですかね。めっちゃほら、すごいずっしりしてる。胃袋。じゃあサクサクいきましょう。まずこれ水温計のコネクタ外して、プラグキャップを外しまして、そしてこれか、ラジエーターホースだね。ラジエーターホース外れるかな。できえな。できえよね。良一君、この水冷エンジンってのまだない、経験ないんだよね。 GMCL も空冷、空冷だからね。だからこれツーストだから、うん、いちいちあの乗車点を合わせたとかそういうのがない。そうだ、いきなり外すの。これがね、いけそうだね。これがね、あ、水出るかもしれない。空冷通すだと本当に面白いほど簡単だからいいよ。気が入れるかな。もっとみんなね、空冷通すあたりから入るとさ、エンジン開けるのも怖くなくなるはずなんですが、あ、取れた取れた。いきなり4発の SS が乗ったらもうエンジンなんか触れるもんじゃなくなっちゃうからね。そうだね。 OK かな、これで。あ、君が邪魔だね。こいつはリザーバータンク。あ、こっちじゃないか。ん、どこで繋がった。あ、横だ。こっち取ればいいんだ。あ、ここにある。ここに。そう、こっちを取ればいいんだね。あ、そっちでいいんだ。そうそうそう、そうすると根元が取れる。これ余計なもん外していけば多分ね、シリンダー開けれると思います。正確には、正しくはサービスマニュアルをちゃんと見て作業なさってください。勘でやっちゃいけない。だけど私、RZ、この RZ の前のやつ、うん、このシリンダーとかまだ角の時代、うん、DT50 とか、あそこのエンジンって、何回ばらしたんだろう。あ、じゃあ、なんとなく覚えてる。なんとなくね、だからある程度、やっぱ似てるなと思うけど、まあ、とりあえずこんな感じで、シリンダーヘッドが4つだね、4本。うん、これを取ってから、こっちの。もう、御開帳シリンダー。そう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 。すげえな。通奏ですから、カブチェーンで、あー、こっちのやつがジャムジャムってないから。通奏はいいよ、通奏大好き。これで12だね。よし、これでトルクはどんなもんか。おー、結構硬いね。さあ、エンジン開けますよ。やっちゃい。どんだけトルクかかっとんの。いや、すげえ。いや、まあでもこんなもんでしょう。お父ちゃんの効果音ついた。あ、狭い。はい、ラジエーターのそのコースでちゃう。あ、こだ。ほんだ。よいしょ。ういー、よう頑張ります。いろいろとくっついてますね。そうそうそう。
オークションがいろいろね。狭い、微妙に狭いんだよね、さっきから。手が入りそうで入らない。さすがに。よいしょ。できるかな。これ多分いけるはず。どんな感じかね、シリンダーね。そうだね。これで本当の走行距離が見えてくるってもんで。車外これはレースで使ってたのか、なのか。よし、取れるかな。あ、取れそう。開けます。他何もないよね。余計なものはないよね。ノックピンが引っかかってるだけだな、これ。おっとっと、いきなり取れました。すっごい綺麗。ポンパンポンパンポンポンポンって綺麗だぞ。意外と公認後ともあるし。ただこのシリンダーってのこの何これ、なんだこれ。なんでこんなカーボンが溜まってんのかな。不完全燃焼、そんなにぶん回してない。ヘッドも汚いな、微妙に。これ見ますか、プラグがね、すごいカーボンがついてる。思ったより回してないかもしれない、乗ってた前のオーナー。ストロークは一応同じなんだよね、ノーマル。ストロークは変わんないはず。だとしたらこれでも変わる。そしてね、うん、こっちからじゃ見えないってね。ああ逆方向。皆さんから見えませんが、私には見える。さあ、これが場所測りずれ。これがですね、47mm。ちょっと計算してみよう。シリンダー外します。こういう回し方としてはいけません。一応言っとこう。普通にやっちゃうけど、ゆっくりまず書いて危ないからね。よしよし、じゃあ入れて。まあでもそんな硬くない。これは買ってから一度も開けてませんってわけじゃなさそう。でもシリンダー錆びてるね。これやっぱりこれボアップ組んでる。多分おそらく間違いない。後で排気量調べてみよう。こっちだった。じゃあ、頑張って。いい、硬いね。あ、まだどこ止まってる。じゃあなさそうだね。じゃあない。ガスケットが固くしてるから。なんだろう。クランクケースリードバルブだから、これ外しやすい。一回こっちにリードバルブがあるでしょ。クランクケース一回吸ってるから、こっちはすごいシンプル。本当だね。あ、これガスケットがくっついて、ガスケットだ、ガスケットだ。ちょっと待った。はい、ゲスガスケット、これ冷えてるから、これちょうどいいから全部変えようかな。まあ、使い古しで騙し騙し使うの。いきます。はい、ご会長。切れてる、切れてる。ちょうどこれ全部変えよう。そしてこれが当たる、いけるか、ギリギリ。うそ、ご会長。はい、出ました。はい、ということでピストンが出ました。ピストンの方に傷はない感じだよね。オイルちょっとでも切らすと、ここがすごい。もっとガリッガリになる。ただヘッドのちょっとカーボンが気になるけども、まあ、まあ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 、いいんじゃないでしょうか、これ。で、ちょっとさっきもお伝えしましたが、ヘッドが綺麗すぎる気がするんだよね。ピストンヘッドがあんだけカーボンついてんのに、ヘッドがツルツル。ヘッド交換してる。なんでなんだろうね。そのにはプラグがね、ザリザリなの。磨いてんのか、ヘッドは。わかんない。よくわかんないです、これ。そしてシリンダーがね、外は錆びてんだけど、中が綺麗。こんな感じで見えますでしょうかね。はい、これで見えるかな。シリンダーの内壁は、ぐるり一周、ホーニング跡が、ちゃんと見えるレベルなんですよ。うまく映るかな。かなり綺麗な状態です。こっち回してみようか。こんな感じ。排気ポートの方も全然綺麗。これそんなに走ってないね。全然綺麗です。はい、というわけで RZ50、 なかなかエンジンは良好でございました。はい、これだけど今回私、ベースガスケットを破っちゃったので、うん、ちょっと注文します。はい、でそれまでちょっとまたエンジン仮組程度に置いといて、まあ、あーでもね、結構綺麗なピストンリングとかは大丈夫かな。うん、ピストンリングとかなしにして、まあガスケット交換という形で。次は何しようかな。次はタイヤか。タイヤとチェーンと
ちょっとスポーカー錆びてるんで今回そっちの方の作業をしたいと思います。はい、というわけで RZ プチレストはまだまだ続きます。というわけでどうもありがとうございました。楽しい楽しいオイルストーン、コミュニケーション楽しんで。でもオイルストーンかけてるなんかこうエンジンいじくってるって気がするよね。楽しんでこれ。これ下のなんだ冷却水が通る道に入ってる。あ、これどっちみであのオイルストーンかけてまた全部洗浄かけちゃうから。これやっぱやんないとね。新しいガスケット入れても意味がないからね。これ綺麗な。というわけでこれまたこれ着信の楽しみだね。